素直に学んだことをどんだけ実践できるか、素直に純粋に学べるか、技術力、結果にこだわる、圧倒的な再現性、読み取るじゃないですけど、すぐにやれって感じですか、ね、思い立ったらすぐ行動と、全国のメンズパーマのスタンダードを変える、目標にしていて、やっぱり自分の持ってる技術に責任を、今までやってきたことが合ってるのか合ってないかとか、やっぱ業界にとって自分がどんな存在であるか、どんな技術を持っててどんな発信ができるか、どちらもないものから得られるものってあんまりなくて、意外とシンプルだったりするんですよね、学びの本質。インプットというよりアウトプットで育った人間なんで、セミナーをやっていく上でもう理論化できたっていう、やはり自分の感覚を言語化することによって自分の成長にももちろんつながるし、新しいことをやり続ける力、 Do 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 でもいいし DCAP でもいいんですけど、行動の連続をし続けて点を打つ、俺を超えてみろ、自分が教えてるっていう立場に思わないこと、例えば学校の先生とかっていうのはその教育者の資格とかってあるとは思うんですけど、美容師が美容師さんに教えるにあたって教育者の資格なんていうのは全くないんですよね。で、結果が出たことに対してそれをシェアするっていう立ち位置の方が大事なんじゃないかなっていうのは常々思ってますね。多くの美容師さんと知り合いました。実際に出会った方もたくさんいます。あと自分のスキルもね、実は上がりました。人に伝えるってなんか深掘りして勉強するようになりました。自分たちがなんとなくやってたことの裏付けが取れたっていうか、収録に必ずうちのスタッフも付き合ってくれるんですけど、最新の僕の情報を知ってくれるようになるので、だからメインアシスタントにつけてる子たちの成長が本当にとてつもなく早いです。自分自身の人生の学びとなっているなと。すごくたくさん売れたりするとこの一本でかなり大きな収入をいただいたりすることができるので、この技術を必要としている理由、現状維持は衰退であると。美容師さんから知られてることが増えたなっていうのが一番ですかね。シェアキャンプさんに出させてもらって、やっぱ仕上がり良かったから他のメーカーさんとかディーラーさんが目つけてくれて、やっぱそこから全国のセミナー増えたりとか、緊張感ってやっぱりオンラインでこう相手とのディスカッションみたいなのでやりきった感とか、やっぱクオリティもやっぱすごい追えるんで、僕的にはすごい出させてもらってめっちゃ楽しいです。人が変わったのを見てやっぱ自分もやって良かったなって一番感じますね。自分も相手も可能性が広がる。